今京王線の各駅停車新宿行きが到着したところの横にですね、特急が通過をしていきました。で、今度はこちら側にはですね、相模原線に入る橋本行きの快速、都営地下鉄新宿線からやってきた、東京都営地下鉄の車両で到着いたしました。今いる駅はですね、八幡山です。八幡山という駅で、ちょうど、特急とかが止まる駅でいうと明大前と千歳烏山の間あたりにある駅です。で、ホームの作りとしてはこの一つのホームに両サイドにこの電車が止まるような作りなんですが、特徴的な構造というのがですね、今ちょうど新宿行きの各駅停車が発車いたしました。その横の左側の線、ここにですね、通過線があります。で、ちょうど今この快速が止まっているんですが、その右側をまた通過列車がね、今通り過ぎてるんですが、この京王の線というのが、新宿から、調布までの間、八王子方面、高尾方面、それから京王相模原線、多摩センターとか、橋本まで向かう電車も走りますんで、相当にこの線路容量というのが、この頻度が、運行頻度が非常に高いんです。で、そこにこの八幡山の駅の存在というのが非常に重要で、この一つのホームの両サイドの線路の横にまた通過線があるという、一面四線という作りなんですが、非常にね、この駅のおかげで京王のダイヤのやりくりにね、非常に貢献しているというか、そういうところなんですよ。それと、もう京王のね、何が一番びっくりするかというのが、この種別なんです。各駅停車、快速、区間急行、急行、準特急、特急。特に珍しいのが、この準特急という種別ですよね。これ全国の鉄道会社で、この種別があるのが、京王だけです。急行と特急のちょうど中間あたり。他の会社ですとね、快速急行とか、そういう表現をしたり、あと快速の扱いなんですが、この京王ではですね、かなり下の位なんです。以前乗った東武東上線ですと、急行より偉く、快速急行より、下の種別だというところなんですが、もう快速だとね、例えば新宿から乗ったりすると、もう本当通過駅の方が少ないです。この千歳烏山まで快速で来るとすると、途中2駅しかこの通過しないんですよね。本当にそういう初見殺しの種別というのかな。ややこしいのでね、ここは、八幡山は幸いなことにこの快速には通過されない駅の一つです。今新宿側のホームのね、先端部分に近づいているんですが、最近にしてはね、珍しいホームドアも何もない、もう鉄オタにはね、ありがたい駅です。ちょうどですね、今快速元八幡行き、
笹塚から先、京王新線経由で都営新宿線に直通する列車なんですが、この元八幡行きはですね、急行じゃねえや、京王の急線系でやってまいりました。いろんな車両が取れますんでね、おそらくこの右脇をまた特急などが通過していくはずです。こんな感じでね、で今下り方向の列車もやってまいりました。こっちはそのまま停車するのかな。京王線って駅間の距離が非常に短いので、もう今あれ停車中のようですね。隣の駅どこだったかな、北上北沢かな、隣の駅は。もうすぐするとです。あ、今来ました。この電車は京王八王子行きの8両編成の、これも急線系かな、失礼いたしました。どちらも8000系の電車ですね。こちらが窓がね、なんつったらいいんですかね、熱線防止のガラスに変えられてましたんで、割と今この右側の急線系の内装に近くリニューアルしたものですね。この急線系が一番この通勤型としては、まあ、5000系を省いたら新しい車両です。そうすると京急まではね行かないんですけど、この京王線のこの八幡山のこの駅の各駅停車が入る、そっからこの左側すぐさま通過するという無駄のないね、素早いこの動きというか、結構マニアではね有名な駅なんですよ。八幡山の駅に各駅停車が到着いたしました。おそらくまた右側の線にですね通過列車がやってまいります。してると橋本行きの区間急行がこの左側の通過線を走っていきました。
新宿行きの準特急が通過していきました。特急と準特急ね、そんなに違いはないんですが、調布から新宿までの間で言うと、確か分倍河原と笹塚に止まるかどうかの違い、ちょっとね、もう一回、本当にあまり自信がないので、ね、もう一回確認しに行きます。さっきの、いや本当にややこしいんですよ。で、昔は準特急も千歳烏山には停車してなかったんですよね。まあ、新宿から特急に乗るとですね、途中の停車駅が明大前、調布、それから府中、分倍河原にも特急止まるんですね。成績桜ヶ丘、高畑不動、北野、そこから、まあ、京王八王子もしくは高尾山口です行きですと目白台高尾と止まるんです。相模原線の特急も、まあ、調布までは途中明大前しか止まらないんですが、準特急だと途中笹塚、それとプラスで、千歳烏山にもね止まるようになっているようです。若干停車駅が多くなるという感じですね。昔はね、僕がよく京王に乗ってる頃って千歳烏山には急行までしか止まらなかったので、やっとね撮りたいシーンがやってまいりました。今ですね、上北沢に電車が停車してます。まもなくこの八幡山にですね、この電車が到着いたします。でその後ですね、おそらくあの後ろに特急もしくは準特急、そういう優等列車がいるんですが、もう本当にね隙なくこの間髪入れずにまた追い抜いていきますんでね、もうこれぐらい駅近いんですよ。今上北沢の駅に停車してる電車です。おそらく急線系かな、今こちらに来てますね。今度は高尾山口行きの各駅停車、これも急線系かな。そうですね、急線系で来ました。僕の肉眼ではもう見えてるんですが、ここを通過する列車がね、もう後ろにいるんです。もう今カメラが捉えていると思います。このようにですね、間髪入れずに各駅停車が八幡山に着くと、もうすぐや否やですね、後ろの準特急がスタンバって追い抜いていくというのがね、まあ、結構神がかり的なダイヤになっております。でその前こちらにね、ちょっと通過していったのは元八幡まで行く都営の車両のようでしたね。まあ、完全にマニア向けの動画になってしまいましたが、八幡浜じゃないや、失礼いたしました。あの地がね一緒なんでね、あの九州で育ったので、あの字見るとどうしてもね言い訳がましいんですけど、
北九州市に八幡っていうねところがありますんで、八幡というよりは八幡に見えちゃうんですよね。八幡山からこの動画はお送りさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録やグッドボタン、またツイッターなど SNS への動画の共有拡散などしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。